ヨハンゲオルク二世は、アンハルトデッサー校。アンハルト諸公の一人として、文芸サークル、ミノリを結ぶ会に所属し、ブランデンブルクプロイセンに元帥として仕えた。アンハルトデッサー公、ヨハンカジミールと、その最初の妻で、ヘッセンカッセルホウハク・モーリッツの娘であるアグネスの、間の次男として生まれ、1660年に、父より、行位を受け継いだ。 ヨハンゲオルク2世はまた1648年よりブランデンブルクプロイセンの支配下に置かれたアンハルト・アッシャースレーベン公領の統治権をも要求していた。ヨハンゲオルク2世はブランデンブルクプロイセン軍に仕えブランデンブルク戦抵抗フリードリ・ヒビルヘルムによって1670年に元帥に任命された。フランスがブランデンブルクプロイセンの領土の一部であるクレーフェ 広告に進行すると、ヨハンゲオルク二世は1672年6月に、先帝公の代理人として、ウィーンで神聖ローマ皇帝レオポルト一世と交渉し、ベスト・ファーレン条約の定めたお互いの国境が侵略された場合には1万2千の軍勢を援助として送るという約束を取り付けさせた。ヨハンゲオルク二世は大規模な対フランス遠征に失敗し、この失策に起こった。 ゲオルク・フォン・デア・フリンガー将軍は抗議のために一時的にプロイセン軍を去っている。1674年の冬、フリードリ・ヒビル・ヘルムが軍の大半を引き連れてフランス領アルザスを攻撃するためフランケン地方のシュバインフルトに駐屯する間、ヨハン・ゲオルク2世は総督として残りの軍隊の指揮を任された。しかし、フランス王ルイ14世は対抗策として スウェーデンウォーカール11世を説得し、スウェーデン軍にブランデンブルクを侵略させた。ヨハンゲオルク2世の率いる小規模な軍は簡単に蹴散らされ、スウェーデン軍がその年の冬の間ブランデンブルクを占領した。翌1675年、ヨハンゲオルク2世は大戦抵抗による対スウェーデン復讐戦、フェールベリンの戦いに参加している。1683年、 ヨハンゲオルク2世はパッサウに赴いて皇帝レオポルト1世と会談。表向きはブランデンブルクがタイオスマン帝国戦争に参加するかどうかに関する交渉だったが、実際にはタイフランス戦争にオーストリアを引き込む交渉であった。結果、オーストリアとブランデンブルクの同盟関係の強化に成功している。1659年9月9日、オランダ総督。 フレデリック・ヘンドリックの娘、ヘンリエッテ・カタリーナと結婚し、マニ10人の子女を設けた。ありがとうございます。